レッツゴーです。レッツゴー。安全運転でお願いします。はい、安全運転でお願いいたします。さあ、はい、というわけでなんか始まったけど、はい、なんか今回のね、うん、この今 GoPro 何台かと、うん、カメラ回してさ、うん、ドライブしてますけど、はい、これなんとあれなんだって、あ、なんかバッキーの持ち込み企画らしい。あ、もしかしてあれ新年会の時にやってさ、新年会じゃねえか、新年 YouTube どういうのやりたいかみたいなさ、うん、企画会議ね。企画会議だ。確かに言ってたかも。確かにね、あったよね、そういう意見のところに出てたよ、言ってたかも。で、なんかそれで今回はバッキーがこうノープランドライブっていうのをやってみたいということで、もう完全プライベートな感じで動画を回しつつ、はい、うん、いいね。本当に目的地まで行ってくれればいいみたいな。本当にノープランだよね。だから時間だけ一応決まってるんだけど、まあ大体今から1時間半ぐらいかな。うん、だから間がね、多分こう自由にできるのが1時間弱ぐらいあって、そう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 、だから本当に何でもしていいらしいんだけど、はいはい、まあちょっとお腹すいたよね。めちゃめちゃお腹すいた。さすがにお腹すいた。めっちゃお腹すいた。俺何も食べてない。ね、というわけで今からご飯を食べに行きますか。何食べたいみんな。ご飯。何でも食べれるの今。俺な結構ガッツリしたもの行きたいんだよね。わかる。ガッツリ好きだね。確かに。うん、結構お腹空いてるよね、みんな。朝から食べてなくてもガッツリしたもん食べてる。そうだね。割とガッツリ系いく。みんなでだから車の中で、うん、せっかくだから車の中でちょっとなんか食べながらみたいな。そうね。そうだね。まあのんびりしていきましょうよ。はーい。ね。せっかくですね。そう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 。まあ確かにたまにはこういう何その。何も企画がないって言ったらあれだけどさ、うん、これゆるい台本のない感じね。そう、うん、ゆるい動画もファンの方は嬉しいかもしんないね、もしかしたら。確かに。そうだから俺今なるべくオフィシャル感抜いて喋ってるもん、うん、まあその方がね、なるべく、うん、回そうとしちゃうってるわけじゃいいんだけど、うん、ついついそういう喋り方しちゃうからさ、うんうん、もう今もうほんと何も考えてない。喋んなくてもいいと思ってるもはや最悪、うん、最悪喋んなくても平気。そう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 、いいんじゃない。あなたは免許取る予定はないの？ない。ないんだ。うん、まあ実際必要ないよな。だって心配でしょ。まあ、まあ、本当にそうだね。本当に心配だね。うん、でもなんかハマったらハマりそうだよね。なんかそのとことんずっとドライブとかしてそう、まあ、そうだね。うん、親は結構運転うまくって。あ、そうなんだ。ずっと運転してる人だからDNA 的にはうまいはず。でも家族の許可もメンバーの許可も降りてないです。そうだよね。やめたほうがいい。やめたほうがいいです、うん、安全第一で行こう。そうですよ、うん、安全にね。なんかちょっと車で遠出したくなるときない？まあでもね、どうだろう。俺まあちょっと遠出はあるか、まあ、したいなって最近思うようになったかも。でも俺、うん、車あればなーって思う時ある、うん、でも免許取れないもんな。取れない、うん、で一回さ免許取らずにできるさゴーカートみたいにやってみれば。ゴーカート一回やってみたいね。でもあれじゃない、それこそそのハワイで乗ったさ、うん、なんだっけ、あ、バギー、バギー、バギーとか。あれでもさ、あれって免許必要だよね。いや、あの水上スキー。あー、ジェットスキー。あれなんかさ、ミヤトと一緒に海のその車のなんか体感というか、沖に取り残されてさ、うん、と、そう、俺とミヤト取り残されてた。でもミヤト運転上手だったな。え？車の方。ああ、車の方ね、うん。車の運転ね。うん。だってもう高速とか乗ってたよね。いや、高速乗ってるイコール上手ではないけどね。え、そうなの？うん。まあ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 、あれじゃない？最近なんかね、まあ、いやー怖いな免許取んの。無理しなくて大丈夫だよ。うん、慣れるよ、もし本当に取るんだったら。いや、そうそうそう、うん、興味はあんの？だってある。あ、興味あるんだ。あるけど、うん、
やっぱこう怖いが勝っちゃう。まあそうだよね、うん、自分のことを信用してない。その本当にルール覚えれるのかなって。確かに俺だよ、うん、いや本当そう、うん、なんか他のことだったらさ、うん、背中を押してあげたいことってあるじゃん、うん、でも新たな運転免許に関しては背中を押さないことがいいことかもしれないそれでも本人が、うん、いや本当に取りたいっていう気持ちがあるんだったら、うん、俺らがストッパーになってそれでも、うん、そのストッパーが外れるぐらい愛があって取りたいだかったら、うんうんうん、よし行ってこいって。それからにちゃんとしっかりねっていうのはあるけど、うんうんうん、もう無理して取る必要ない時代じゃん。だってもう怖いもん、もう複雑だもん俺から見たら。これいやここら辺はむずいよ。怖いね、確かにこれ怖いよ。ここね結構難しいですよ、うんうん、もうタイが内心バックバックしてんじゃない。バックバックはしてないけど、うん、あの運転に集中したいから、うん、これ結構無言に話しかけないでほしい。いや話しかけてもいいけど、うん、無言になっちゃう派。あ、うん、楽しい運転。全然楽しい、むしろ好きなんだけど。でなんだかんだあれじゃない、ちゃんとこうやって車をこうゆるくドライブみたいなしてる絵ガチャ初めてじゃない。確かに確かに、うんね、バギーの時以来か。そうだよね。あれもだってねバギーだからね、うん、やっぱ似合ってるわ。一番最初の時はだって運転したいって言ってたもんね。うん、でもタイミング的にね今回ちょうど。なんかめちゃめちゃ話変わるけどさ、うん、俺高校生に戻りてえわどうした急になんか今こうやってぼーっと外見てて思ったんだけどさ、うん、高校生の、うん、その楽しいとされるさ、うん、行事っていっぱいあるじゃん、うん、文化祭だったり、はいはい、体育祭ね、うん、はいはい体育祭修学旅行とかいろいろあるじゃん、うん、俺何にも味わえなかったね、うん、俺もで俺一番楽しかったのは小学5年生の時だもん、うん、それなんで楽しかったの。小学5年生って割とピンポイントだね。小学5年生なんで楽しかった。なんかね、うん、そう今でも俺地元の友達と会うのよよく、はいはいはい、そうの集まるメンツがほとんど5年生の時に同じクラスだったのよ。あ、そうなんだ、すごいねそれ。そう、あ、じゃあそうやって未だにやっぱりそうやってその地元の友達とかともちゃんと交流が交流になってもあるっていうのは全然ある。へー、いいな、それも財産だね。確かにな。だから中2かから芸能界に入らせてもらって、うんうん、俺の性格上変にその心配性だから神経質だから変に意識しちゃって、うん、そのなんつうのかな、そのエンジョイができなかったわけさ、はいはい、まあそれはそうだよな、うん、周りの目線を気にしすぎたがゆえに、うんうん、でそのまま高校生になったりとかしてたから、うん、まあお仕事とかもあってその行事出れなかったってのもあるんだけど、うん、そう、なんか俺らの世代って結構そうじゃなかった、まあ、そうね、なんかいろんなことがあってさ、うん、でやっぱなんだろう中学生って楽しい時期じゃん、そうね、本来だったら、はいはい、なんかいろいろ遊びに行ったりとか、うんうん、でも結構だそれこそだからさ影とさ遊びに行ったりはしてたよね。一番最初遊んだもんね。ね、入って入ってね、芸能界入って、さすが同期、一番最初に遊びに行った友達、一番最初さすが同期、原宿でな、うん、あ、原宿なんだ、原宿あった影、今と変わってないんだけど、うん、その調べてきてくれるのよ行きたい場所、うん、なんかここの店行きたいみたいな、うんうん、でもその店の場所がちょっと複雑でなかなかたどり着けないのあれ迷ったね、迷ったね、ぐるぐるしてなかなかたどり着けなかったね。何年前あれ。いやだって俺が14歳の時だから、うん、12年前14歳の時から原宿とかで遊んでたの。そうそうそうすごいね、マセガキだねマセてるよそれは、マセガキだと思うよ。なんならそれが初めてかも、都内に出てきて、うん、そうなんだ、そう友達と買い物するっていう、ね、遊ぶっていうのが、うん、それが初めてだったね。え、あの日って買い物で終わったっけ。もう終わった、しかも多分買ってないと思う。マジでその店でやば、おーみたいな、え、何も買わずに終わったの。じゃああの日、うん、買ってないと思う。お腹空いてきたな。でもめっちゃお腹空いた、やばいね、お腹の空き具合がやばいことになってる。この辺にさ
なんかハンバーガー屋さんあったんだよな。マジで？うん。絶対そこ行こう。本当にここら辺？この辺、この辺。もうちょい、もうちょい先かな。あったあったあった、あれ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 、ありました。もうそんなすぐ、そうそう、あのおしゃれなところ。ああ、ここ入ろうか。ここ左行く？いやいや、行かない行かない行かない。まっすぐこの辺でどっかちょっと行き過ぎちゃってもいいから、ちょっと駐車して止まって、止まって、でガチャンの代わりに買ってくるよ。オッケーオッケー、俺行ってくるわ。俺も一緒に行ってくるわ。着きました。オッケーオッケー、ちょっと待ってて。了解。俺も待ってっていいの？もちろんもちろん。タイガーを一人にささやきだったの？え、じゃなんかシェイクシャックに、うん、来たらもうこれ食っとけ&飲んどけ。あー、オッケー、新たに入ってカメラ。王道のやつを。うん。ガチャンは？俺もそれにしようかな。そうお願いしようかな。結構食べられる？うん。俺めちゃめちゃ食おう。普通にセットみたいな感じで悪いけどめちゃめちゃ食おう。オッケーオッケー。任して。お願いします。じゃあ財布貸して。はい。どうぞ。ありがとう。はい、めちゃめちゃ肉を行ってみたかったんですよ。あ、なるほど。気になってたんだ、ずっと。気になってた。なんだかんだ行ったことなくて。おしゃれだもんな。そう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 。今日マジでゆるい動画になってるね。ね。うわ、うまそう。どれがボリューミーなんだろう。多分ダブルとかじゃない？ドリンク。オリジナルレモネードじゃね、あの二人。ああ、でもまあいっか、うん、せんで。オッケーやね。チキンとか頼んどく、みんな食べるように。うん。あ、映しちゃった。眠い時間帯だわ。運転中撮れない。うん。もうこれ全部うまくいってる。だって池袋でしょ。こっからここを左曲がって、うまくいってる。めちゃめちゃ 左から行くじゃん、うん、左から行くともう高速乗り口そこになるのよ。でもそこからバーって行けると、もう池袋まで行ける、はい、俺全部計算してるんだよ。何気ない会話します、バーします、はい、シェイクシャック、ちょっとおしゃれなハンバーガー買う、食べます、うん、美味しいねなんて言いながらこうついてるよみたいな、うん、思いちゅうわってやってやってやって、美味しい食べ終わりました、うん、残り30分くらい、あ、やばい時間ないかな、うん、OK 任せてください、そこに高速入り口、どう、あざす、もちろん全部どう高速どうあざす高速あざす。ここはロサンゼルス。買いました。買いました。あ、英語難かった。いやー、なんとか行けたな。なんとか行けました。グローバルなお店だったな。そう、グローバル、グローバル。まあ俺らハワイ経験してるからちょっと、前よりは少し喋れるようになったけど。ほぼほぼハワイで俺が喋ってました。あれ来たんじゃない？お、なんか聞きなじみのある声が聞こえてきました。よいしょよいしょ。キッパーしかない。お待たせ。おかえり。はい。お待たせ。おかえり。ありがとう。お待たせ。めっちゃ並んだでしょ。いや、なんかね、結構ね。俺らがね、こだわりすぎた。そう、こだわりすぎて。マジ？俺らが贅沢しすぎて時間かかった。本当？はい。ありがとう。うわ、やった。あ、シェイクだ。シェイク。やった。シェイク。え、ガチャンさ、カフェオレか、レモネード、どっちがいい？うわ。レモネード。よっしゃ。当たってた。当たってました。いいえ。そしてその二人は、はい、バーガー。バーガー。ちょっと渡しちゃうよ。うん。結構、あ、ペーパー持ってくんの忘れた。ペーパーちょっと持ってくる。ちょっと渡しといてこれ。これ持ってくるわ、ペーパー。大丈夫？ペーパー絶対必要。これは必要だね。油？うん、ペーパー。裏ギッシュ。いや、かなりボリューミー。ボリューミー。ボルーミー。やっぱ食べたことないわ、ここの。マジ？うん。やっぱないわ。なんか食べたことない。なんかね、あー、でも定期かな、定期かな、差し入れだったんだ。
お仕事で、うん、そうそうなんだ。だよね。これ早くない？早くない？うん、すごい。ガンダした？ガンダ？ガンダしたよ。めっちゃ早いじゃん。撮っていいよ。ありがとう。はいよ。あれどれ？あれ多分撮っていい。あれだ。うわうまそう。いいよ、もう手取って。いただきまーす。うわこれすごい。いただきまーす。はい。はい。いただきます。いただきまーす。でけえ。うわうまっ。いける？うん。大丈夫？大丈夫。いただきまーす。うまっ。いただきまーす。いただきます。マジうまい。うん、お肉さ、うん、めっちゃ粗挽きだね。うん、超おいしい。うん、まっ。これ食べたことないわ。こんな超絶粗挽きのハンバーガー俺いただきます。初めて今回贅沢にダブルパティにしました。ありがとう。ありがとう。うん、ナイスすぎるわ。うん、やばいこれ。あ、シェイクうまっ。なんかやっとたどり着いたって感じ。頑張ったもんね、うん、今日朝から頑張ったよ、うん、ね。今日は頑張った。うぇ、ん、うぇ、ん、お肉うますぎる。スーチーは伸びる伸びる伸びる。まだ終わりじゃないです。二人ともえ、うん、でれーんでじゃーん、どってれどそれ以外だけだから。どってれフライドチキンです。しかも間違えてる。フレンチフライです。何もかも間違えてない。みんなお腹空いてたから。めっちゃお腹空いてた、うん、やっぱこのぐらいペロッと食っちゃうな、やっぱな、うん、次のロケも頑張れるわ、うん、お願いします。お願いします。走りながら食べるバーガーがうめえ。やばい。あとフライド、フライドフライド。いや、フライドフライドさ、二度揚げだから、ね、フライドフライやばい。フライドフライはやばい。フライドフライ。あとフレンチフライいる？うん、いる。オッケー。いや、あなたってさ、うん、いつもさ、てかあなたってご飯作ったことある？今まで。今までっていうか。いや、でもそれこそ、あの、別の媒体で出たから言うけど、うん、あの、一人暮らしし、してて、はいはいはい。あの炊飯器をね、はい、チャレンジしたの、はいはい、あ、買った、うん、買った。お米をね、ついに、うん、炊いたの。どこでテンション上げてんだよ。だから、うん、うん、びっちゃびちゃの米が出てきたぞ。ちょっと待って、メモリあるじゃん。おかゆかな。いや、そのさ、説明書見るのもさ、めんどくさくなっちゃって。え、説明書いらないよ。左側にいないとダメ。え、そうなの。っていうのも高速だよね。だってお米って、うん、え、乗らないの。あれ、ここだよ。乗んない乗んない乗んないの。え、乗らないんだ。乗らないみたいな、うん、オッケー。え、だから普通にさ、うん、炊飯器買った時にカップついてきたでしょ、うん、あれを、あれ一すくいイチゴっていうのはもうあなたも知ってるでしょ。あの、べっちゃべちゃの米作った後に知った。あ、知らなかったのね。うん、あ、じゃあもう、じゃあ次大丈夫じゃん。そうだね。うん、あの、1回目がべっちゃべちゃのお米で、うん、2回目がムチムチのお米できて。ムチムチのお米、うん、全然美味しくなかったよ。あ、そう。ムチムチのお米になっちゃって。うんうんうん、まあ経験だな。そう、もう一日のうちに3度目の正直ぐらいでやっとできた。わ、次は大丈夫だよ絶対。うん、大丈夫。でも次は初めてさ、うん、お米が上手に炊けた時めっちゃ嬉しくなかった。めっちゃ嬉しい、うん、すっごい美味しく感じない。あの高揚感っていうかさ、うん、パカッて言う時の、うん、さーって言うか。分かる。宝箱開けたみたいな。さあ。でもなんか俺、お米に限らず、俺自分で作るご飯がめちゃめちゃうまいって思っちゃうのよ。それが下手くそでも、うんうん、失敗してもやっぱ達成感なのかな。あ、なるほどね。そう、より美味しく感じるのは多分あると思うんですよね。そうそうそう、うん、あ、めっちゃうめえ俺のご飯って思う時はある ね、うん、なるほどね。そうそう。ちなみに今までまあ挑戦してきた料理の中で一番美味しくできた料理何。うわー、うわ
むずいな。むずいね。いやこれ僕キムチチャーハンなんですよ。ああキムチチャーハン。うん。ね、うん、なんか料理正直上手じゃないんです僕。初めてやったのに、うん、一番うまくできたの。へえ。マジで美味しくて。へえ。全部食べちゃった。なんかポイントみたいのあったの？それがねないんですよ。だから奇跡。奇跡かな。作り方としては普通にご飯にキムチ入れて。まあそうだね。なんかあれ。プラスチャーハンの作り方して。そうチャーハンに本当キムチを足したみたいな感じの作り方だったんだけど。はいはいはいまあ、シンプルなんだろうね。え今度作って持ってきてよ俺らに。それはなんかさ美味しくないじゃん。美味しくない。美味しかったんじゃないの。いやいやそのさやっぱなんていうの出来たてをやっぱ食べてほしいなっていう、うん、あなるほどね。はいはいはい、はい、企画できたらいいよね。なんか料理が上手な人が作り置きとかで持ってくんのはさ、うん、なんていうの旨味が逃げてないじゃん、うんうんうん、味が、うんうん、僕が作ったやつは多分もうなんか一日経つと多分吸収されちゃうんだよね。蒸発してる気がする、はいはいはい、まあチャーハン自体がね、うん、俺なんだろうな今のところ3度目の正直の米が一番かな。あお米、うん、炊飯器のおかげじゃん、うん、料理じゃないよそれは。それは料理じゃない、ね、料理じゃないか、はい、いや新たんそれは料理だでしょ。甘いやついる、うん、気持ちわかるその、うん、やっぱあのお米で失敗した時のダメージでかいよな。でかいでかいね。だって1時間ちょっとワクワクしてんだぜ、うん、そうだよお米も高いんだよ。確かにな。なんか今ちょっと AI っぽいくなってんじゃん、うん、自動でみたいな、うん、水多すぎますよみたいな言ってほしいよね、うん、言ってほしい。おい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 、おい冷たい冷たい、入れすぎ入れすぎ入れすぎ。機械側が言うんだ、米じゃなくて。ちょみたいな。そう、冷たいが意味が分かんない。炊飯器側が言うんだ。そう、冷た冷たこんな飲めないっすよ。水こんなむくんじゃいますよ僕、うん、どうしたいのどうですか先輩。そういう感じなのね。でちょっと足りない時は足りないそれぐらい。そう足りないよ。なんで米の炊けるわけないじゃんお前って言ってほしい。ああそうそうすいませんってやりたい。こっち側がすいませんって。確かにな。ガッチャンも何気料理するもんね。するね。するよね。実は天津飯作るんでしょ。天津確かに家で天津チャーハン全身チャーハンか。そう作った作ってる作ったりしてる。作りに来て。あカメラ GoPro が終わった。マジカルバナナやる。急に、うん、マジカルバナナって何え、だからマジカルバナナバナナと言ったら例えば黄色、はいはい、で次黄色から連想されるもの、はいはい、黄色と言ったらレモン、はいはい、でレモンと言ったら酸っぱい、うん、酸っぱいと言ったら梅干し。めっちゃ言うじゃん。梅干しと言ったら赤いみたいな。いや、うん、なるほどね、うんうん、そういうやつ。あれだよね、リズムでいかないといけないんだよね。そう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 。俺絶対ミスるわ。ちょっとやってみる。うん、俺から行くね、うんうん、マジカルバナナバナナと言ったら甘い。甘いと言ったらイチゴ。イチゴと言ったら赤い。赤いと言ったら信号。信号と言ったら大切。大切と言ったらうわぁ、はい負け、はい、降りてはい負け。お前船降りろ。こういうゲームです。重すぎ。皆さんルール分かりましたね。分かった分かった、はい、じゃあこれ次またミスったら何にする。マジでほんと下車降りるか。大切ってね思った。それもそれじゃない。確かに確かに抽象的すぎんのよ。じゃあ新たからお願いします。まだなしですよ。いきますよ、はい、もう一回。マジカルバナナバナナと言ったら黄色。黄色と言ったらレモン。あなたから行くの。あなたから行く。あなたから行く。じゃあ、あなたから行って、タクに行くの、ね、次は俺かと思った。そう、うん、なんでそこ、なんで言ってほしかった。あなたしてほしかった。そっかそっか、うん、そっか、こういう順番とか。やりたくてうずうずしてるじゃん。さっき俺だったの。ごめん、もう一回俺から行くね。お願いします。じゃあね、次ね、うんうん、マジカルバナナバナナと言ったら果物。果物と言ったらブドウ。ブドウと言ったら紫。
紫と言ったら横原、横原くんと言ったら宇田、宇田と言ったら難しい、難しいと言ったらダンス、ダンスと言ったらカウント、カウントと言ったら踊り、あれ、おい、なになになに、踊りと言ったらアウト、ちょっと俺降りるわ車ダメ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 、あなたに関してはダメですよ。でもダンスも踊りも一緒だわ。いやそうだよ。まあそうね。じゃあさ、ちょっとさ、IMP マジカルバナナしない？めっちゃむずくない？むずいだろ。なんで IMP しりとりとかならわかんだけど。いや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 、いけるでしょ。マジカル IMP やってみる？マジカル IMP やってみ一回。もう多分これ一回やらないと多分もうタグ収まんないから。オッケーオッケー。IMP はバナナに行くか。でどっちマジカル IMP にだろ。バナナの方取ってんの。どっちかで言ったらマジカルでしょ。これはガチャンからスタートかな。そうだね。オッケーオッケー。マジカル IMP、 IMP と言ったらダンス、ダンスと言ったらツバキ、ツバキと言ったらオレンジ、オレンジと言ったらメンバーカラー、メンバーカラーと言ったら七色、七色と言ったら虹、虹と言ったら新たなスマイル、新たなスマイルと言ったら、待って待って待って、なんで虹でオッケーだったの？いいでしょ別に。虹と IMP って何？いやその7色あるってことだよね。そうだよ。きっとね。そうですよ、何ですか？罪だったよ。そうですよ、何ですか？もう一回俺が行くね。なんでもう一回。何これに何を見出してるの？いや絶対いける。ちょもっとさ絶対できるから。証明されたのに。一応いけんのね。うん、いけるいける。マジカル IMP、 IMP と言ったら小指、小指と言ったらピンキー、ピンキーと言ったら大切、大切と言ったらキー、ま、は無理だろ、大切でだ2回目じゃん、ね、大切って何、大切概念じゃん、ちょっとでもさ頑張ろうとしてちょっと頑張ろうとしてしかも大切言いたくなるの分かるわちょっと持ってきよう、頑張ろうとしてたね無理だよ、大切と言ったら、大切すぎたら、あーはぁ、しかもさ一瞬え、そう、一回拾って言おうとしちゃった、頑張ろうとしてた、一回受け入れようとしてるみたいな、あーてか今日さ、うん、朝、うん、古着屋さんお邪魔させていただいたじゃん、はい、あの、うん、ジャムさん、原宿の行ったね、俺洋服買っちゃったんだけど、いいね、何買ったの、めっちゃ可愛いよ、しかもこれ元井が見つけてくれたのよ、へえ、何持ってきてんの？いや見せたくて見せたくて見せたくて、何で持ってきてる？見せたくて見せたくて、普通に着替えようと思ってたね本当は、うん、それ着て登場したと思ったそう、え可愛い、いいよね、チャッチャラーンってなんか元井に似てねこれ、ってるってよくよく見たら運動会の時の元井に似てね、ちょっと似てるサイズ感だろ、そこ元井が見つけてくれたのよ、でうわ可愛いってなって、これは買うっきゃねえだろってね、もうそこ、お会計も売ってたもんね、うん、速攻です、いやめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いね、うん、状態もいいし、いい買い物したんじゃないそれは、うん、俺もそろそろ運転できるようになんなきゃなえ、でも持ってるんでしょ、免許は持ってる、うん、影はさ、その車、うん、運転することに対してさ、うん、その大きい車が怖いとかっていうわけじゃないの、大きさの問題じゃない、じゃないんだ、うん、なんかこの交通のこの流れに自分が乗れるかっていう、そっちの方が不安この流れに、この流れに、そう、この流れをさもう円滑にうん、うん、進めないといけないわけじゃん、やっぱり確かに、ね、大縄飛んでる気分、うん、いや、ほんとそう、八の字の大縄飛びしてるみたい、ほんとにそう、で、そこで一回でもこうやってさ、うん、躊躇しちゃうとすごい流れが止まっちゃうじゃん、うん、なんかそんな感覚、なるほどね、うん、はいってなるもんね、はいってなるじゃんはい、まあ性格的に慎重なんだろうな、だと思う、うーん、てかさ親乗せたことあるっしょ一回は、ある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 、めっちゃうるさくない、めっちゃうるさい、本当に嫌なんかそのなんだろう、あーあーみたいな、なんかさ、ね、なんか本人もね多分心配なら分かるんだけど、うんうん、加速させるよね、加速させるよ、分かる、はあ、はあ、なんか何っていう、
ウインカー出す時ですらなんか怖いよね、みたいな感じの雰囲気ね、なんか気持ちとしてやね、怖いよね、逆にね、そのさ逆にね、うん、いや俺もそう、お父さんが助手席に乗ってくれて、うん、まあ俺が運転してたんだけど、その時にもうなんかもうだんだん荒くなってくんのよ、口調が、うんうんうん、パパが、そうそうそう、ああお前あぶあぶ止まれお前みたいななんかお前俺後悔したみたいな、クリアパパだな、お父さん後悔してんの一人で、俺お前に免許取らせたら間違ったわリーダーパパだなマジで、ずっとなんか背筋の伸びてんのかなんか、うん、このブレーキ踏んでる感覚、自分でこうやって危ねえお前みたいな、でも別に危なくはないんですよ、危なくはない全然ね、俺のペースでやってるだけなんだけど、うんうんうん、お父さんからしたら、うん、もういても立ってもいられないんだろうね、リズムが違えんだろうな、うんうん、そうそうそう、あでもあるよな、そういうのな、マジでリーダーのお父さんお会いしたいな、マジで、うん、うん、どんな人、どんな人なんだろう、顔めっちゃ似てるよ会ったことあるの、会ったことはないけど見せてもらった、あ、そうなんだ、だって影がお父さんの真似する時のさ、うん、感じが多分影の将来なんだもん想像する、いや別に影じゃねっていう、うん、ああいやでもさ似るよ、まあまあまあ絶対、親子だからね、だってさこの間さ元嫁のご両親にもお会いしたじゃん、うん、お父さんに激似だったからね似てる、激似、うん、あのコピペって感じ、いやそんなことなくない、いやいやめっちゃ似てる、あそうめっちゃ似てる、わかる気がする、なんかみんなの話を聞いてる時の、うん、微笑みながらこう、あれあれ見てる感じが似てる、そうそうそう、仕草でしょ、そうめっちゃ似てる、結構半々なんだよね、だお母さんにも似てた、うん、どっちにも似てるって言われた、うんうんうん、でもうちのママはそのうちのパパにこう似てるって言われるとちょっとムッとしてんだよねなんで、あそうなんだ、自分に似てるって言われたいんじゃない、あーそうなんだ、やっぱりママにですねって言われた方がお母さん嬉しいんじゃない、あー嬉しいのかな、わかんないけど、でもどっちも嬉しそう、なんか似てるって言われた方が、お父さん嬉しそうだね、おーそうですかそうですかみたいな、でもわかる、うちもそう、でそうでしょ、家族で飯行った時に、うん、いや俺やっぱお母さんに似てるって言われるんだよねって話すと、お父さんが、え違うよみたいな、お前俺に似てんだよかわいい、サクヤはお父さん似なんだよねみたいな、でお母さんも、そうだね、なんかそうしてあげてみたいな、そうだねそうなんだ、そうしてあげなみたいな、癒されてる、そうそうそう、平和だね、平和平和、椿くん妹と超似てない、似てるわ似てるてかもう椿家みんな似てるよね、似てる、みんな似てる、うん、背中が似てるそう、一番背中が似てる、うん、背中が似てる、ミナとはママにだね、めっちゃ似てるね、そうね、めっちゃ似てるよね、一瞬でわかる目クリンクリン、うん、目も大きいし、うん、あの口の形とかもそっくり、そうなんだ、本当に、いや本当に似てる、うんうん、一発でわかると思う、その神経衰弱とかで親、親、うん、親、ママ、ママ当てクイズで、なんかでペラッってなったら、ミナトの位置分かってたらもうパーンっていけるそれぐらい似てる、うん、パーンって、お、もうそろそろじゃない、うん、ゴール、お疲れ様、タイガー、ありがとう、ありがとう、ありがとう、みんなお疲れ、めっちゃ快適だった、うん、本当は俺が交代してあげないとダメだったのにさすげえ甘えちゃったわ、全然好きだからね、うん、全然、まあ、ピンキーキュンキュンしてるよ、間違いなく確かにこれで運転悪かったらさあれだもん、ちょっとギャップどころじゃないよね、うん、これは今回はすごいあの、うん、ゆらりとしたね、かなり、ね、うん、動画でしたね、そうです ね、どうなってるのか分かんないけど強い、うん、結構でも割と僕たちの普段のドライブデートをしましたね、うん、僕らね、うん、はい、多分4人でドライブしたらこうなるよね、こうなるね、絶対に、うん、